あらららら、はははは、ごめーん。てへてへペロロンてへペロンちょー。どうしたの、フランちゃん、うちの子が変になっちゃったー。へへ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 へ。うにゃにゃうにゃうにゃにゃにゃ。やばいわこれは、今日学校休んでどこか精神病院に連れて行かないと。そうとなれば学校にお休みの電話よー。あしゃ、あしゃ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 、ははは、ごめーん。ふふ、ママ言ったわね。学校にお休みの連絡入れに、完璧に成功。おかしくなってずる休み大作戦。以上、視聴者様が実際に成功したずる休み大作戦、精神状態おかしくなったぜ。ついに来たぞ、ボーイシリーズの新作だー。新作も攻めてきたグローバルギアさん、異常行動ヤバすぎサイコボーイ。さあどんなサイコパスなのか、早速やっていきましょう。サイコボーイは、小学生かな。お、転校生がサイコボーイっぽいっすな。さあ教室に入ってきていただきましょう。え、そっから?はい、サイコパスー。自己紹介は普通にな、普通にしてな。いや、帰ろうとすなし。ほら、みんなに挨拶を。うわ、やっべ、こいつ。正しいお名前は?名前はサイコボーイがねえだろ、お前。まあ、オープニングなので細かいことはスルーして。ということで最初からサイコパス全開なサイコボーイ、始まり始まり。いやー。2年間出てくるなし。BGM もサイコパスな雰囲気にぴったり。それじゃあいろいろ怖いけれども、ステージ2へと進んでいきましょうかね。ステージ2、最高段。赤信号よ。止める気配なしで草。さらにサイコパスなのか。警官に止められてもなお、突き進むこいつやばい。こんな子は当然。そりゃ連行されるわ。もうこいつは強制的に止めるしかないってことで。はい、強制停止よ。お前ここまでの人生よく無事で生きてこれたな。それな。ちなみに最初から持っているアイテム、使うと。ジョインじゃねえよ。2回目の歩道でございます。はい、交番にさようならでお次のステージ。ステージ3はサイコスケッチ。本日の授業は隣の校歌校。サイコボーイ、最初の出が力はあるのが確認できたが。いや、お前隣の子書いてこれってどんな目してんだよマジで。普通にホラーやもう。これを自分と言われた女の子、そりゃ泣きます。ちょっと赤は危険なので、お次は鉛筆渡しましょう。鉛筆は最初から持っていたらね。頼むわよ、サイコちゃん。先ほどのホラー内がただの白黒になっただけ。ですよね、これは何か他の策が必要だ。ちょっと周辺も調べてみましょう。あれ、まさかのここ何もない。あくだけ。あ、黒板スライドしたら。素材が怖い絵に、なるほど、サイコボーイの絵を変えるのじゃなくて。サイコボーイの絵でも自然になるように、お題の方を変更でございました。そやね、怖い絵なら100点よこれ。でもあくまでサイコボーイが描いたのはこの子。ま、
まあ誰も傷ついてなくてハッピーならね、いいでしょう。これがステージ4、在庫休息よ。本日のメニューは子供大好き、カレーライス。これは、何をするんだ？口、汚いサイコボーイ。あー、マジでやっべこいつ。もう半分ホラー映像で草。こんなクラスメイト、絶対に嫌だ。それじゃあそろそろ、イケメンな彼に気づいていただきましょうか。いやー、裏切らないサイコね、マジで。これは何か、血を吹くものをあげなければ。お、ハサミ発見からの。カーテンチョキチョキ、これもサイコパスな剣。さすがにこれでな。よかった、普通に使ってくれたわ。これでクリアなのですが、うん、気になっちゃったハサミを彼にあげたらどうなる？そっちの方も検証していきましょう。え？さすがに攻撃まではしなくてよかった。それな、マジで一瞬とんでもないことしでかすかと思ったわ。まだマシ。これならそれが本日ラスト、お風呂です。初自宅服のまま入っとる、このアホ最高。そしてシャンプー石鹸脳天ぶっかけ。泡まみれでチーン、ゲームオーバーでした。これは、服を脱がせるのが正解なのか。あ、ママっぽい人だ。よかった、ママは普通の感覚でした。サイコボーイも、ママの説教は聞く模様。さあ、正解がマジでわからないが。お、タオルゲット。服の上から洗うマシーンにねえぞ。ここで、これ使うのか。お、うまい具合に服が隠れたけども。ママ、今度は服を脱いで入っているわねと去っていきましたけれども。ねえママ怒って、湯船の中で泡立てて体洗っている息子怒って。はい、やはりお母様もどこかしらサイコパスな一面をお持ちなようでございます。ということで本日はボーイシリーズの新作、サイコボーイを遊んでみましたが。期待を裏切らないどころか予想を超えるサイコパスでぶっ飛んでて最高だった。ああ、始まっちゃった。嫌だな学校。朝自然に目が覚めるまで寝ていたいな。霊夢の場合、自然に目が覚めたらもう朝じゃなくて昼だろ。ふんぎゃーじょえー。やったぜ大成功。給食の先はレッスン館長。飼い主が人生で遭遇したガチのサイコパスからのサイコボーイです。皆様はサイコパス、遭遇したことある？あったらぜひコメント欄で教えてね。それじゃあ第2回目サイコボーイ、スタートです。ステージ6、非常ベルの誘惑。うん、まずは押しておきましょうか。そのまま絶対にクリアにはならんだろうけども。はい、怖い先生と一緒に職員室に号。そして何やら怪しそうな男が一人。おそらく、非常ベルを押さないって選択はなさそうなので、非常ベルを鳴らしてもおかしくない状況を作ると見た。お、エアコンで温度いじれるわ。50度どんだけ温度の幅広いのこのエアコン。はい、暑さで変質者さん、完全ノックアウト。この状態ならば、非常ベルってことでサイコボーイ警察に表彰されちゃいました。感謝状、サイコ様って名前。感謝状自体もサイコパスな剣。これでクリアだけども、こうなると逆パターン、エアコンの設定温度下げた方も見てみたい。
0度設定できる超高性能のエアコンよ。ただこっちパターンは変質者さん、そのまま逃亡しちゃったので。うん、これ積んだわね。もう変質者もいなくなって非常ベルを押すしかない状態。はい、最初と同じパターン、さよならサイコボーイ。別パターン、普通にドアを開けてみたら閉められて終わるだけだったので。次のステージ行くぜ。ワニがパニック。おい、お前どこいんだよ。ナイス飼育員さんだけども、これはもうサイコパスとかそういう問題じゃねえような。間一髪じゃねえし。お、なんか発見したぞ。水位が下がった。そしてお魚に海藻。そしてペンチ、アイテム盛りだくさん。おそらくね、正解はペンチだと思うのですが、このサイコボーイ失敗パターンも面白いので順番に全部試してみます。お魚だと抗えない食欲、一応ワニさん、サイコボーイは餌とは思ってないようだ。今度は鼻先を刺激しての。ハクションの瞬間で飼育員さんって、飼育員さん助けるのうますぎだろ。さっきからそのまんま、こしょこしょ。やっとペンチの出番。何やら一本虫歯のような歯が。ワニさん、痛い歯がなくなって満足でご帰還でございます。まあよくわからないけども、一応これでクリアです。100日後も健康なワニテ製作者様、さすがっす。それじゃあステージ8、空想のお友達。サイコちゃん、見えない何かと、何かとお話をしております。怖い。お外には雨に群がるアリさんに、蝶々さん好きにお花。花は抜けないようだ。一旦、このアメちゃんをサイコちゃんにあげてみるか。はい、アリサイコちゃんの完成。これは、一人で話しててもおかしくないような状況を作れってことかしらね。そやね、誰もいないのに会話してたら、友達はドン引き恐怖でございますよ。てお、花壇になんかあった？しゃべる、これでお花ゲットできるだろ。あれ、一本しかゲットできないみたい。ってことでこの一本を渡したら、蝶々がやってきて、うん、これなら自然大好きな優しい男の子になった。友達も来てくれたけども、大丈夫？あまり近寄ると何されるかわからんぞ君たち。それじゃあお次行きましょう、サイコボーイのゴミ拾い。お、たまには良いこともする？そこに不良さん登場。悪い子だぽいって。ってサイコちゃん、あんた、まさかその行動は不良ちゃんをゴミ扱いしてらっしゃる？だとしたらサイコちゃん、ちょっと面白い。粗大ゴミ、やっぱ不良ちゃんをゴミと認識していた。さあ、正解は何かな？ここで不良ちゃんの勘を拾わなかったらどうなるかと思ったが、うん、最初の一個タップした時点でここまで全自動で勝手に動いちゃいました。もう一回。ん、それはゴミ収集車のゴミ入れの中に入ったので合ってるかな、サイコくん？いくら乗り物大好きでもゴミ収集車のゴミ置き場には乗るなよお前。さあ今度もサイコ発揮です。不良のジュース勝手に選ぶサイコちゃん。最初はキレた不良も、なんかこいつやばい怖いと逆にビビってしまいました。これ見て主、過去に投稿した茶番動画思い出したんだが、見てこれ、まさにこれ。お、今度はまさに不良という感じだ。お、おいそこのお前ら、俺ちょっと最近金に困っててよ、じっと貸してくんねえかい？これはカツアゲ。キャハハハハハハハ、なめこー。なんだこいつ。え、主くん、梅干し、しらす、漬物、納豆、たくあん、味噌汁、焼き魚。なんでその朝食メンバー。なめこトロトロ、なめこトロトロ。やべえやつだ、これは関わらない方が良さそうだ。すごい、あの怖そうな不良が。不良に絡まれた時の対処法、不良以上に、やばいやつになる。まあ不良っつっても、所詮は同い年ぐらいの子供、向こうだって自分よりやばい異常者は、当然怖いと思うからな。なる
るほど。これはもしかしたら、現実世界でも追い払えるかも。まさにでくさ。やっぱ不良も自分よりヤバい奴は怖い。そして正解、このトングを不良ちゃんに渡して。ここでサイコママ、登場でございます。ママ、不良を強制ゴミ拾いに参加させる。そしてママのトングを借りていの。まさかのサイコちゃん、不良ちゃん、ママさん、三人仲良くゴミ拾いで良い子ハッピーエンドでした。まんざらでもなさそうな不良ちゃん、まさかママさんに恋しちゃった。それじゃあお次、本日ラスト。おいおい嘘だろ、こんなサイコパス一番医者にしたらいけんぜよ。足を怪我したクラスメイト。決断、一夜中級サイコパス出た。もはややぶ医者どころじゃない。お次はちゃんと包帯で。闇医者じゃねえんだよサイコよ。治療どころか逆に殺しに行ってるけん。はい、そろそろね。そろそろ真面目に治療しようね。お、患者さんの背中に湿布？と、わさびでございます、サイコでございます。まあ当然ね、わさびで正解なわけはないんですけども、一応見ておこうってことで。はい、こうなると湿布が正解なんでしょうけど、そもそも傷に湿布はどうなの？細かいことは気にしたらダメなサイコボーイ、第2回目でした。うん、やっぱりこれで正解です。それじゃあまた次回、お楽しみに。はい、今日もサイコなお時間やってきましたよ。サイコ、最高。この音楽、めっちゃ耳に残るサイコ感。それじゃあ前回続きから。元気出してよ。テストの点が悪くて、一送信のお友達。そんなテストの回答用紙は。いや、はさみスキルエグいなサイコくん。まあそらね、怒られますよ先生に。おし、じゃあ今度は仲間もいるぜ、下もいるんだぜ、大作戦に変更だ。サイコくん、0点さすがっす。ほら見て、僕なんかゼロだぞ。うん、まあとってもヤバすぎなサイコくんがどんな点数低くてもよね。国語も0、さすがやで。やっぱダメかこれでも。理科だけ謎に1点取れてるサイコくんよ。ここでテスト3つ合体からの、もう1個新アイテム。ゾンビ映画のポスター。じゃあまずは合体テストの方で。3つ合わせて100点じゃねえし。うん、やっぱ正解はゾンビ映画のポスターだったようだってことで、もう一回。嫌なことは楽しいことで忘れろ、ってわけだ。はい、これでクリアですが、もう一個、赤いボールペンが気になったので検証。いや、300点限界突破すなし。まあ30から100にはどう頑張ってもね、消さない限り直せないのでしょうがないっちゃしょうがない。それじゃあお次に行きましょう。こんなにヤバいサイコくんでもですね。休日に一緒に映画行ってくれるよよ友達が。さっきの続きね、あのゾンビ映画でしょう。まあ絶対に何かしら仕掛けがあるのでしょうが。うん、とりあえず1回目、そのまま映画始めちゃうか。どうやってアウトになるかで、その対策を探せばいいからな。サイコくん、友達のものとかお構いなしにバクバクとポップコーンを口に運び続ける。お友達、一瞬でなくなったポップコーンに気づく。なるほどね、これはサイコくんにも何かお菓子とかジュースとかをあげなさいってことでしょうな。お、ここのボールをゲットできてからの。こっちのダイスには何もなし。こっちには何かありました。お、これでおそらく。おしおし、ドリンクゲット。サイコちゃん、あんたこれでおとなしく映画見てなさいよ。さあ、いけるか？
終わっていないのに。あ、飲み物でおちっこ、こういうアウトパターンか。これだけ並んでるし。そして意外にもサイコくん、サイコパスなのでその辺でおしっこしちゃうかと思いきや並んでました。ジュースでダメならやはりサイコくん用のポップコーンを。あれね、後ろの方にジュース飲んでいる柄の悪いお兄さんがいたから、ジュースをさらみそのお兄さんに追加、お兄さんトイレに行って新アイテムと見た。さあお兄さん、ポップコーンの引き換え券をくださいな、ジュースあげるから。はいビンゴー、オレンジのチケット出てきましたよ。おしおし、さすがにね、自分専用のポップコーンがあればサイコくんも大丈夫でしょう。友達のライブ勢いで食べ尽くしたのに、自分のはちまちま食べるサイコよ。おしおし、よかった、無事にクリアで。お次ステージ13、サイコくん今度は料理に挑戦。オムライスにパスタにカレー。うん、とりあえず順番に全部いってみましょう。まずパスタ、イカスミパスタならば全然これで違和感ないけども。それな、虫サイズで食べたぞこれ。でもアウトだった。じゃあ次はオムライスだ。手先は器用なのよね、サイコさん。えなせにオムライスも真っ黒や。この流れですとおそらくカレーライスも真っ黒になっちゃいます。あれか、サイコちゃんもれなくどの料理にもイカスミをぶっこんでいる疑惑です。真っ黒カレーはなかなかの見た目破壊力ね。おし、じゃあ全部終わったのでアイテム探したりいろいろやっていきましょう。やはりイカあった。ただ冷蔵庫内にはイカだけ。ただこっちにアイテムもう一個。そしてイカを渡した結果ホラーに。迷わず生で食らいついて。いや怖えよ、普通に怖えよ。こうなるとあれか、イカさんの炭を取り除くのが正解かしら。はい、やっと下処理できましたイカちゃん。これで普通に調理開始すれば大成功かしらと思ったのですが、あれ結局真っ黒や。おっと、久々に沼ってます。正解なんだ。ハケにイカスミつけれた。そしてこれをサイコくんに渡したら、はい出たサイコパース。まさかの画面真っ黒終了って草。この後何回も試行錯誤し沼ってからの、はい、やっとたどり着いた正解はパスタメニューを黒く塗って。作るものをイカスミパスタに変更しちゃう。こっちだったかマジでわからんかったぜ。これならお隣の彼女も納得なのね、基準なぞ。それじゃあ大苦戦からのお次、本日ラスト。この年齢で初めてのお使いよ。さあママに頼まれたの、まずはジャガイモ。で試食を食べ尽くすサイコちゃんです。そりゃね、おばさんに怒られますよ。さあ気を取り直して今度はちゃんと。ちゃんと大量のお菓子をカゴの中にイン。出た、母ちゃんにめっちゃくっちゃ怒られるお使いで一番やっちゃダメなやーつ。そりゃね、こうなる以外ないわよね。はい、3度目の正直、今度こそ真面目に。じゃがいも、カゴに入れていいの。お次はコーン、どこだ。あったぜ、発見。そしてお肉、サイコケこんばんはステーキ。いや高すぎやこれ。なんて思ってたらなんか見つけた。お、おばちゃん呼び出しからの。ありました、特売のお肉こっちだろ。で、サイコパパ初登場です。この後、お顔も登場するかな。ってことで本日も期待通りのサイコちゃん。最終回エンディングまで実況していきますので続き、お楽しみに。はい、今日もこの軽快でサイコなメロディーと共に始まりました。第4回目、サイコパスなサイコくんのサイコボーイの
お時間でございます。それじゃあ前回の続きステージ15から。サイコカット、いかんぞハサミとサイコ混ぜるな危険。サイコお坊ちゃま、お客のくせに。お客のくせに切る方になっちゃう。早速いただきました、サイコパス。大切な日本の毛を、直近、無駄に一本じゃないの草。デキッとなじゃねえし。まあさすがにね、この毛量じゃプロでも難しいってもんであって。あ、毛量同行じゃなかった。おかしい、サイコくん手先は器用なのに。お、なんか死のアイテム発見。マジックとヘアカタログだな。さあ最近の流行をしっかり学んでいの。てしまったー、ハサミじゃなくてマジック渡してしまったー。でもちょっと可愛いの、面白い。お次はしっかり学んでからハサミを。はい、出ました、器用サイコちゃんです。100点。あ、でもカツラだからすぐに取れてしまってゲームオーバーに。となると、何かカツラを取れないようにするアイテムが？つかの間の喜びて。あ、接着剤ありましたがまさか。はい、そのまさか投資やろんアルファやで。まあお客さんが満足ならいっか、これでも。そして戻ってきた美容師さん。そやハゲのお客さんがこんな髪型になってたら困惑あるのみだ。それじゃあお次サイコくんバーサスニワトリ。卵を取りに来たようだが。お、やっぱ卵は下にあったのね。ただこう囲まれたらもうアウト。どうにかしてニワトリを安全にどかせってことだな。まあそりゃ何もせずにそのまんま取れるわけもないわよね。あのサイコくんも、ニワトリにはちょっと困惑。てか最初から持っているこのアイテム、なんだ？ってよく見たら唐揚げ書いてあるし、サイコちゃんに折り上げたら。この音は。ニワトリさん、いつも卵にお肉に美味しくいただかせていただき、本当にありがとうございます。はい、もう唐揚げはなしよサイコちゃん。お、こっちにはウサギちゃんか。あ、そうウサギちゃん、カムバック。3匹揃った途端に、食欲大爆発。なるほど、ここにニワトリさんの餌をセットで。完全に回収クリアでした。取れたて卵かけご飯、絶対にうまい食べたい。サイコちゃんも意外に普通な食べ方でちょい安心。それじゃあお次です、サマルコ VS サイコ。やっぱサダコを知ってた。サイコくん、ビビリゼロどころか積極果敢にサダコ引きずり出そうしとるで。こっちがお化けだよ。さすが、サダコも困惑です。これは意味ないみたいだ。なんか怖そうなお人形。え？いやこれはシンプルに怖すぎなだけで草。サイコ人形、一挙あったりー。444回目。お次はサダコにプレゼント大作戦。サダコに好かれるサイコでございました。向こうの世界で末永くお幸せに。で、屋根の上に行ける道を発見。なるほど、テレビのアンテナがあれだったのか。で、ここで怖いバグ発生。下に戻れるはずなのに急に反応しなくなった。まさかの仕掛けか、と思ったのですが。もう一回、最初からやり直してみた結果。普通に同じとこタップでいけた、怖い。何だったのだろうかって、めっちゃ陽気貞子背景。なんか気まずそうにプルプル貞子よ。
そしてこのチャンネルで。なんかよくわからんが大満足貞子ちゃんでクリアでした。じゃあお次行きましょうかね。ステージ18、盾が欲しい。おお、最古勇者でございます今回は。盾が欲しいけども、お金が全くない。勇者あるある、人の家の壺壊してなんかゲット。そりゃ普通に犯罪なわけで。過去にアニメチャンネルで投稿したアニメ思い出した。せっかくなので、流すわ見て。全くしょうもない国会中継ね。ヤジに暴言に、こんなの小学生の喧嘩よりレベル低いんじゃないの？この大変な時期に、いつまで桜桜言ってんだか、早く国民が納得する形で解決しろっていうのよ、まったく。この家には大していいアイテムなかったな。しょうがない。隣の家に行きますか。いや、このまま行かせるかドアホって感じでございましたね、大将。それじゃあクリアしていくわよ。どうにかしてお金を集めないと。怪しい通行人、いないかチェック。指名手配書、あら怖そう。お、ここで一人明らかに違う通行人。ってしまった、扉をして戻っちゃったので。はい、今度はしっかりと杖をいただいていの。通行人には使えないようなので、またお店の中に。あれ、杖を売ったお金だと思ったが。そして最古行動からの。はい、またさようなら。となると、まだ出番のない指名手配書の出番か。こっちゃって気持ちが怖いの。ここでなぜかまた剣に持ち替えた結果。1ミリも勝てる気がしなかったよ。やっぱってか絶対、杖のままでよかった。はい、何か魔法発動でどうなる？かわいいイカツイ豚になっちゃいました。そして盾をゲットし、満足満足。ということで以上、本日も素晴らしいサイコぶりのサイコくんでございました。また次回お楽しみに。はい、序盤のこの曲をスローにしてサイコパスレベル上げております。これ以上上げてどうするし。それじゃあそろそろね、前回の続きからやっていきましょう、サイコちゃん。本日最初は虫捕りにやってきました。お、最初からカブトムシにクワガタ。これ捕まえたらもう、よくね。手配いただきました、サイコパス。怖いもの知らずとは、サイコくんのことですよ。どうでもいいんだけども、友達の腕力、パワーエグくて草これで運べるって。そして最後、自分で動き切れろ。何してんだバカ、と正論ですよ友達。今度こそカブト、取ろうとしたら。カラフの振りかくなよお前。カブトムシの食べかけとか、サイコには関係ねえ。お次はサイコ、何を探している？ミミズー。まあ良いんじゃない、本人が満足なら。めっちゃりなら相手でもミミズ選ぶなし。サイコちゃん、一体何を捕まえればクリアなんだ。おし、蜜を気に塗ってみますか。何が来るかな来るかな。嘘やん、日本ジャパンよね、ここ。ヘラクレスー。これも、サイコさんのサイコパワーのおかげ？そ
やね、小学生男子がヘラクレス持ってたら大人気間違いないな。誰かのペットが脱走したってことにしておくか。おし、それじゃあお次のステージ行きましょう。夏休み最終日、当然。宿題は終わってねえか、ゲーム。あ、サイコママ。サイコちゃんも、ママには弱いのです。てかこの怒り方も、結構サイコよね。さあ今度こそね、しっかり宿題を。さっきゲットしたヘラクレス。そして、何一つ終わってない宿題の山。ヘラクレスはどこで使うのかしら。なんて思いながら、サイコちゃんに鉛筆渡したら。ん、解いてる？先生こいつ縛いてください。いやこれどうやったらサイコちゃんにちゃんとスプライやらせることできるし。お、ヘラクレスはここか。でも、何も起きないぞ。鉛筆渡したら、ヘラクレス書き始めて。相変わらずの絵のテイスト。あれ、何か進むと思って待っていたが。なるほど、ここでママさんにちゃんと宿題やっている様子を見せてからの。募集箱、ゲームとか入ってるのか？この中からスマホゲットできたのは良しとして。それよりもサイコちゃんの募集箱の中がサイコすぎたすごい、このサイコちゃんと一面、ある意味一番すごいかもしれないお友達二人。これ絶対にサイコはただ二人の写しているだけよね。おし、まあクリアなのでオッケー。クリア癖がすごすぎるんだコレクションの癖。それじゃあ行きますか。お次、ステージ21。サイコデリバリー、怖いぞすでに。ウーバーサイコレース。とりあえずピンポンしてみるか。違う。あら綺麗なお姉さん。ここも違う。お、なんか紙切れ。数字が、正解の部屋番号か。さあ、まだどっかにあるはずよ。はい、発見。そしてさらに追加もう一枚って。さっきのもちゃんと取らないとね。じゃ、これで部屋番号把握からの。さあ、配達を頼んだのはどんな人かな。あら、まさかのお友達。すごいなお友達、21階に住んでいるって。二人で仲良くハンバーガーにポテトに食べて大満足クリアー。ただこのステージ、失敗パターンが全然見れていないので、予想していいの。失敗その1、勝手にドア開けようとする。お前、何回警察のお世話になるんだ。お次はもう、恐ろしいサイコ。ピンポンゲンダー。そりゃ通報されるわ。おし、満足したので次に行きます。恐怖連が、そのまんまね、そのまんま。お次は、たくさんお食べ。わんこそば大会か。一年のお友達とペアで。はい、こうなるだろうと思ってた通りの結果になりました。ナイス最高。どうすればサイコちゃんのペース、通常に保てる？こっちになんかあった？あ、使ったら絶対にアウトなアイテムだけども。ごめんお友達、好奇心であげちゃった。そや、こうなりますわ。さあこうなると余計に、正解が見えてこないが。今度はお皿、ゲットです。そしてあらま、かわいいワンちゃんが。まさかのお友達とワンちゃんで、チーム結成。おお、やっぱ交互に、
これでフェイス完璧。さあさあこの結果。あ、まさかのワンコそばのワンってワンちゃんと一緒にって意味の大会だったのか。そうじゃなきゃな、ズルで失格になっているはずだもんな。いやーサイコちゃん、やっぱ失敗パターン持ってか、むしろ失敗が最高で面白いってことで、シールコレクションより失敗パターンのコンプも目指して進めていきます。ほぼゲットできているが、最初の方で取りこぼしが2枚。まずはお風呂ステージ。すぐにタオルを渡すと、もう体洗っているのか、服を洗っているのか、どっちなのかわからないサイコちゃんよ。いただきました、めんどくさいの極みからの。ここでサイコちゃんをタップすると、見えないお友達に向かって、それなーじゃねーよ。それじゃああと2回ほど続く予定のサイコちゃん、続きを楽しみに。はい、本日もやっていきましょうサイコボーイ。今日で6回目のこちら、そろそろ完結でございます。うん、この音楽ももう耳馴染みに。それじゃあ前回続きからスタート。まずはタイムリーハロウィンです。まずはそのまんま突撃させてみましょう。いやサイコってかすごいマジック。これにおばあさんの反応は、そやね、腰抜かすわよね。てかもう一個頭出てきたし、どうなってんだこれ。殺しちゃねえわ。さあ今度はいろいろ調べていきましょう。お、一面の友達ゾンビ。これはサイコちゃんピンチ。ゾンビに襲われても笑顔最高。さすがにゲームオーバーか。シンプルに感染。お、何やら木の枝をゲットできたぞ。サイコちゃんには使えない。はい、クモの巣ゲット用でした。この子はなぜモジモジしてるのだろうか。脱ぎたいけども脱げない。そしてクモの巣、ここで使えないってことは、ビンゴー、ゾンビちゃんに使えました。しかも服、ゲットできちゃったぜ。ゾンビ追い剥ぎ。ゾンビちゃん、恥ずかしくなって穴に人間か。で、あれ、絶対にこの子を着替えさせてあげるのかと思ったが、違うようだ。じゃあ、サイコちゃんか。お、サイコちゃんがお着替えできたので、サイコちゃんが着てたのをさっきの子にと思ったが、あれ、サイコちゃんがもともと着ていた服はアイテムとしてゲットできないのか。しょうがないのでノックしたら、さすがにゾンビの服は臭すぎた模様。サイコちゃんがサイコで大丈夫だっただけのようだ。こうなると服の匂いを取るのが正解か。そしてこの子はなぜか脱げないらしい。では、ありました洗濯機。さあ、この綺麗になった普通の服でいけばクリアだと思うのですが、そうなるとまさかのあの服が脱げないこと、隣の女の子特に何もなしなの。あれだけな、あれだけ何か仕掛けあります。感出しておいて、まさかのクリアに関係なかったよ。おし、ハロウィンが終わったらお次はクリスマスでございます。フォトスポットで記念撮影中のカップル。はい、チーズの瞬間にサイコちゃん、ど真ん中にいんでございます。さすがです。このシールのお名前は、飛び入りさんか、どこに飛び入りしてんじゃ。さあ左右移動がないこちらのステージ、カップルのポーズを変えて、発見です彼氏のスマホ。見ず知らずの他人のスマホで、空想のお友達と通話中サイコちゃん。まあアウトですよねってか、これの正解パターンが全く予想できないんだが。てか彼氏のスマホ、よく見たら映っていた女の人、彼女じゃなかったような。これは彼女に突きつけるしかねえ。はい、土下座の彼氏に。何のためらいもなく座るサイコちゃんでございます。でもでもでも、これもクリアじゃない。マジでどうしたらクリアになるの。とここで、今度は彼女のスマホゲットで。いやお前も浮気しとるやないけー。まさかのお互い様。これで喧嘩でいなくなっていいの。男の子がポツンと一人。
サイコちゃんも飛び入り参加、一人ぼっちの男の子、嬉しかったエンドでした。まあ良かったじゃない、サイコパス行動が誰かのハッピーになったならさ。そしてシールは似た者同士。それじゃあお次です。今日は一面と回転寿司にやってきたぞ。あれ、これ放置してたら永遠と何も起こらないパターンか。サイコちゃん、お友達ガン無視できたお寿司全部ペロリ。お腹いっぱいで何か起こるかと思ったけど、ずっとこのままでした。ってことでいろいろ試していきましょう。お寿司ゲットで直接渡してみるも、特に何も変わらず大食いサイコちゃん。これは、タップで注文できるのか？お茶頼めた。そして猫舌サイコ、お茶汁を友達にブッシャー。マジでよくこのサイコちゃんと一面を友達で入れるわ、尊敬。さあ今度はいくらを頼んでいいの？まあネタが変わっても何も変わらんよな。おし、それじゃあ今度はお友達に直接お寿司をお届けしてみましょう。おい友達、一回マジ切れてるぞ。なるほど、これはどうにかしてサイコちゃんの妨害を食い止めて、お友達にもお寿司をが正解だな。手色が違うぜこの板。お品書き、一品追加かな？イカが追加されました。見えたぞ、イカは噛むのに時間がかかるから。サイコちゃんがイカを噛んでいる隙にお友達にお寿司を。で、はい、普通にそんなの関係ねえと強奪されちゃいました。サイコめ、特選海鮮丼こっちだったか。正解、おそらくさっきのイカから考察するに、お寿司から特選海鮮丼に必要な具材を全部集めていけばきっと。エビちゃんにマグロに特選ですからね、いくらも必須。そしてイカと大葉をゲットすればできました。特選海鮮丼、これをサイコちゃんにあげれば。さすがにね、これ食べてたら回っているお寿司にまでは手が伸びないぜ。これで3人ともお寿司満喫でクリアー。それじゃあお次、本日最終ステージ。なんと、サイコちゃん宅に泥棒。時間は午前1時過ぎの深夜、サイコちゃんゲームやってます。そして泥棒さんとご対面しても、1ミリも動じないサイコパスサイコよ。はい、泥棒無視でゲーム再開したアホ角様。そしてなぜかサイコくんを連れ去る泥棒。してくれるじゃねえよ。さあ今度は電話が鳴って。泥棒さん隠れてんの。おい息子、いつまでゲームやってんだと。ママてか息子よ、ママに教えろ泥棒の存在を。それよりも夜中ゲームバレた方が深刻なサイコちゃんでございました。お、リモコン、ベランダにあった UFO のおもちゃ、あれを操作するやつかしらね。リモコンに電気を入れてと。お、やっぱ動きました。そしてサイコちゃん、古典的な UFO 大作戦で泥棒さんの視線をそらした隙に、泥棒さん確保、お見事でございます。はい、ママにも発見してもらってもう安心。まさかの名字がサイコだったのね、初めて知ったよー。まさかのサイコさん宅でした。それじゃあサイコボーイ、次回最終回完結です、お楽しみに。はい、ついにサイコパスすぎるサイコちゃんのサイコボーイ、本日最終回予定でしたが、ごめんなさい、チーム集めの都合で次回最終回となります、ご了承を。それがステージ27からスタート。今日は一面で鬼ごっこ、鬼はサイコちゃん。サイコちゃんの器用さにかかれば。いやこれはもうサイコってか才能すごいぞ普通に。サイコちゃん、変な子なんだけど時々ものすごい能力を発揮いたします。お次はサイコさん、自分で走ってなんかいられねえ。鬼ごっこでタクシー、これはシンプルサイコ。
そりゃな、余裕で追いつくよな。そりゃな、友達も困惑よな。はい、さっきじゃねえよ、最高。さあ、このステージの正解は。これって。お次は坊ちゃんの誕生日。お、バースデーケーキで判明、坊ちゃん7歳か。そしてパパのクラッカー爆発フラグがエグい。まずは窓からの隙間風をシャットアウト。そしてパパのクラッカーを正常なのに取り替えて、これで準備万全、きっと大丈夫。えー、くらい妹、今日の主役はお兄ちゃんなんだ。ここでまた出ました極悪妹。悪い顔してます。てか怖い、こっち向くぬいぐるみ。はい、今度は妹ちゃんを肉で釣ってから。今度こそ主役坊ちゃんがチンか。ハッピーバースデー坊ちゃん。やっぱ虫が一番好きな脱出ゲーム坊ちゃんの二人だー。こういうの最高よね。報酬戦は70万再生もいっている坊ちゃん、見てない方はぜひ。おし、ただし色の風船を配って言っての。どうぞ、妹ちゃん大きくなったな。風船が減って、重い荷物を持ったおじいさんゲット。これをサイコくんに使った結果、重い荷物を持って立っているのもやっとなったおじいさんも。次の鬼じゃねえわ。はい、おじいさんはもうね、タクシーに乗せてあげましょうね。車が流れた結果、レモネード屋さんが100円って書いてあるってことはですね。はい、あるんですね、知ってました。サイコくんに100円あげた結果、いや、お前どんだけハマってんだよってか、100円しかなかったのか、ね、どうしたんだよ。100円はお店の人に渡すべきだったか。おし、レモネードをゲットで。こっちか、着ぐるみ熱いもん。はい、妹ちゃんに現実を見せるおっさんよ。そりゃね、妹ちゃんもこんな顔、なりますわ。でもおっさんがおっさんに戻ったおかげで、着ぐるみをいただくことができるように。ごめんな妹ちゃん、そして坊ちゃんも、久しぶりに会えて最高だったぜ、またな。結局あれか、最後までちゃんと追いかけて捕まえようとはしないサイコさんでした。まあまあ、みんな楽しくハッピーならいいでしょう。それがお次でございます。空想のお友達、来ちゃった第2弾。背景が真っ白ですが、ここはどこなんでしょうか。右にはイクメン。左にはあの女の子。書いてくれるのかな。あれ、サイコちゃん消えちゃった。絵の中のサイコちゃんが動いたぞ。こうなると、イクメンも絶対に罠だから。何かないかと探したら、サイコちゃんの下の影、タップできた。これも、アウトか。あ、まさかの夢落ちでしたか、納得。本物のイクメン。それじゃあ残り3ステージは次回最終回、完結編でお届けするとして。中身確認の失敗パターン、ヒールコンプを目指して過去ステージ、そっくら戻るぜ。それじゃあ行くぜ、サイコちゃんどんな失敗パターンを見せてくれるんだい。まずは金色、レアパターンのコキラ。美容院ステージか、なになに、カタログからのウィッグ、接着剤、ハサミの順番で使えと。さすがにそんな順番は思いつきもしなかったってことで、早速ワクワク。まずはアイテムを一気に全部集めていくぜ。さあ、これで準備は整った。まずカタログ、そしてウィップの上に接着剤最高。ここでハサミ、どうなっちゃうのよ。てっきりハサミも髪型の一端でくっつけるのかと思ったけど、こっちね。
全然じゃないわ。はい、お次は最古サミウサのステージ目、魔法の杖で集合。さあ、まずはお外で魔法の杖を。はい、一面魔法使いちゃん、サンキュー。何が起こるかな？ヘビでも出るか？シンプルに小さくなるだけで、思いっきりお店の営業妨害でございました。そりゃ、転校されるわ。次は、昆虫採集ステージだな。蜂の巣にハケを浸して、サイコちゃんにプレゼント。どうせ、自分で蜂蜜舐めちゃうんでしょ？と思っていた我々。ごめんなさい、我々がサイコさんのサイコパスレベルを舐めておりました。自ら木の役、虫さん集まれでございます。サイコですキモイです。やっとちゃんと回収して正解でした。これは見ておくべきサイコだった。あくまで虫からの、お次もこのステージ。今度は木に塗って、集まった虫たちを虫かごを持った状態で捕獲しようとすると、それ言ってももう知らないサイコちゃん、虫が来るだけ詰め込んだ結果。虫かごの中、虫かおすみこらい。それじゃあ最後でございます。先ほどのステージに舞い戻りまして、一面の方に行くと、まあなんともコメントしづらい失敗パターンってことでね。これでシールもこのステージまでコンプ完了からの次回最終回。どんなエンディングになるのか、サイコちゃんのサイコボーイ完結編を楽しみに。それじゃあ本日もご視聴ありがとうございました。はい、皆様あみょ、今日はついにサイコパスサイコくん最終回でございます。サイコちゃんラスト、一体どんなエンディングが待ち受けているのか見ていきましょう。それじゃあステージ29から、サイコくんのバレンタインです。あの子と一緒に手作りチョコに挑戦。まさかの冷蔵庫、何もなし。そしてサイコちゃん、すでに作っておりますが、相変わらずのドス黒い顔クッキングでございます。そやね、女の子も小屋引くわ。これはあれかな、前の料理ステージと同じく。作るもの自体を変えるのだろうか、なんて思いながら虫眼鏡、ね、ゲットしたので。サイコちゃんに渡した結果。お里のアリさんに夢中って、おいサイコ、どうしたチョコ作り放棄すんなよ。そっちの手でございました。やはり、ここの作るレシピ自体を修正できました。これで真っ黒ビターなブラックチョコに。これがマックスだな。うん、この色ならね、最初に作ったチョコでも違和感ないでしょう。リアルでサイコパスクッキングとかあったら、ちょっと見てみたい。確かにお昼にやってたら草。てお、女の子の反応合格、クリアね。でもまさかのサイコちゃん、せっかくのハートを半分に分け与えるだけ成長しているが。ってことで、これはゲームオーバーでした。それだったら、2個作ればいいにゃってことで、こんなとこに見逃してた出方。はい、今度は新鮮ビターチョコを2つ作って。よしよし、今度こそ正真正銘クリア。それじゃあステージ30、サイコじゃなくて最高の一日でございます。本日はサイコちゃん、お誕生日。こんなにも可愛いクマさんケーキの目をぶっ刺しでございます。サイコ、そりゃさ、どうせ食べるんだけどさ、初手で目をぶっ刺したらそりゃドン引きよ。おし、今度はプレゼント受け取りましょう。女の子からのプレゼント、ハンカチで秒でお花チーンでチーンでした。それじゃあ男の子友達からのプレゼントは、トロフィーだ、何のかは知らんけど。うん、これでジュース飲むのはそこまでサイコパスではないように思えたけども。アウトならしょうがない、もう一回。お、まずはマッチ発見。
でも、使いどころがわからないわ。でお、画鋲ゲットってことは、そりゃ風船はるっしょ。お外には、もう一人の一面。打ち上げ花火を上げたようだが、いやお友達、この年齢でサイコちゃんの顔花火用意とか色々スペック高すぎでございます。これは一生忘れない思い出になったでしょう。サイコバースデーからのお次、特別ステージ31、サイコちゃんの最終回ですよ。サイコ10だと、おお、大人になったサイコちゃん。やっぱ芸術性抜群だったからこういう道に進んだのね。青の絵の具を欲しているサイコくん。この色を、お空から抽出するのかな。はい、ビンゴでございました。絵のタッチは、大人になっても変わらず。お次はグリーンの植物から。一面のあの子ね。ピンク色は、女の子からお水をいただき、ここで脱出ゲーム超あるある。成長早すぎていただきました。お花のピンク、そして一面大集合。大人になっても続いている関係、すごいですよね。これでエンドか。うん、特になんか驚きとかはなかったけども、ほっこりラストで。制作者様からのメッセージ、Love yourself as you are. ありのままの自分を愛そうぜ、みたいな感じですね。いいじゃない、ちょっと周りと違っても悪いことしなきゃさ。ってことで無事に終わったこちら、本当に最高のアプリだったサイコボーイ。今回は失敗パターンも最高すぎて、ヒールもコンプの完全制覇したので。最後に軽く、印象に残ったやつを振り返りながらゆるくトークして終わろうと思います。なんといってもまずは、転校生としてやってきたサイコボーイ、教室に登場する際に、お前はコウモリか状態で来たのよね。そして給食のカレーで汚れたお口、隣のこの服で拭いたのに、その後一面の仲良しとなったあのイケメンな男の子、すごいわ。ここで離れなかったの。からのお風呂は面倒、脱ぎたくないからそのまんま湯船で洗浄でございます。これはなかなかの衝撃だった。時には、学校に侵入した不審者の確保に協力して、警察に表彰されたことも、ありまみれになったこともあったわね。この状況で笑顔なのが最高なんです。ワニさんのお口の中に自ら入っていったことも、そしてポイ捨て不良を粗大ゴミ扱い、サイコくんすごかったこれ。袋に入るとでも思ったのかしら。さあさあ、他にサイコレベル高かったのは、サイコドクター、傷口にわさび塗ろうとしましたからね、こやつ。医者には絶対になっちゃいけませんでしたかれ。医者もだけども、シェフも絶対になったらあかん証拠一覧でございます。何を作っても、真っ黒しねん。他には。初めてのお使い、ママにもらったお金で電力を貸し購入したことも、も絶対になったらアウトでした。これはな、個人的にめちゃ可愛いと思うが。そして怖いもの知らずのサイコちゃん、逆に貞子がサイコビビってたよ。お、これは今毎日やってるやつ。出た、自分に蜜を塗って虫を集める斬新昆虫採集。夏休みの宿題もサイコ全開で先生に叱られてました。このコレクションは怖すぎサイコ。一面のワンコそばにデスソースたっぷり入れたこともあったわな。カップルの撮影に飛び入り参加も。泥棒捕まえたこともありました。でまさかの、シールコンプしたつもりでしたが一個だけ取り逃していたので急遽。鬼ごっこステージ、いきなり鬼のサイコちゃんをタップすると、どこに行ったんだ。鬼さん、優雅に家でゲームでございます。マジで一面の二人、大人になるまで見捨てないで仲良しでいたよ。すげえよ。おし、これで今度こそシール完全コンプ。マイペースってか、自己中の極みだこれ。最後の方にはね、ぼっちゃん兄弟と再会もあったり、まあまあいろいろありましたが、素敵なお友達に恵まれて、ハッピーエンドなサイコボーイでした。サイコちゃん、楽しい時間をありがとう。めっちゃ楽しかった。個人的にはこれまでプレイした脱出ゲームの中でトップ3入るぐらい最高でした。またね、新作とかどっかでサイコちゃんとの再会を期待しつつの、これにて完結、サイコボーイでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。
チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。